よろしくお願いします。はい、いやバリの状況って発展途上の状況じゃないですか。だから非常に魅力的です。まあ、僕の中ではね。兄からするとやっぱりですね、今日本に言いたいことかなりあるわけじゃないですか。日本の今の現状に対して。うん、で、やっぱりバリももしかするとこのまま発展していくと日本みたいになる可能性があるわけです。十二分にあると思うね。でそれでその。日本がこう昔は40年代が兄貴の話からするとその今のバリみたいに人情味あふれてよかったっていう、うん、もっと前かもしれへんしね。だから僕は40年代って、まあ、これは昭和ね、はい、1900で言うたら66年やから僕は生まれてもね。だから60年代70年代っていうのは、はい、自分にとっては絶好最良かったなっていう思いやな、うんうん、あその時代からなんで今の日本になっちゃったっていうか、もしバリの人にメッセージするとすると、うん、落とし穴はどこだったのかっていうか、いやまあ下り坂ちゃうかのあり方ちゃうか。だから何でもええからその営利が目的で、ただそれ例えばそれを勝ち得たものが素晴らしいとする社会は微妙やでっていうことなんやな、はい、うん、同時にな、守らなならもたくさんあるわけで、なそれを守ってる人は寂しいという感情から遠いよね。寂しい思ったことないか。いっぱいあります。あるな、はい、俺はないね。ないんです。はいはい。寂しいというのは例えばどういう時寂しい、はい、まあ一人の時とか、うん、ここでそうパソコン作業してて、それや、一番最初出てくるのは大抵一人の時寂しいって言うんや、はい、そうやろ、だけどそれを形成するのは自分自身やったりせえへんか。一人の時を作ったのは自分自身。そうやん、はいはい、一人でおらんならん自由を作ってるのは自分自身じゃないですかっていう話やん、はいはい、うん、そうやろ、はい、自分が仲間大切にしたりな、気づこうで見たりそうやろ、面白いことの一つも言うてたり、はいはいはい、な、うん、仲間と何かを共に食事を共にするだったりな、何かを共にするっていうのは共存っていうようなことに意識を置いてたら、はい、寂しくならんで済んだんじゃないのかっていう話だ。あ、うん、要はそれに例えば課長なり、はい、部長だったりな、立派な人やったとしたら、はい、そうやろ、はい、やっぱりその様子を伺ったり、はい、な、面倒を見たり、はい、そういうことをしてる部長寂しいかなと思うよ。そうやろ、はい、それができそうでできないことに問題があるわけね。わかる、はい、それは営利を追求した結果そうなっとんやって。僕はそんな別に営利ばかりを追求しているわけではなく、な、仲間と共に、はい、な、言わずに成功して、まあ、ほとんど多くはインドネシアみたいやけど、はい、な、インドネシアの人とか、はい、な、日本から通ってくれる仲間とか、はい、そのみんなの成功をずっと模索してんやな。ゼロ、そんなやつのとこ人集まるんじゃないのか。あ、な、そうですね、気にかけるっていうのがあるやろ、はい、な、そういうことを例えばないがしろにした人はやっぱり寂しいって言って最後自殺せなならんちゃうんか。その日本全体が、どうしてその昭和40年代の、まあ、1960年代70年代80年代と随分な、その成長したかのようにみんな勘違いしてるかもしれへんけど、これはまさに衰退というよりね、人類にとっては、まあ、人類学的に言うと、うん、な、俺もそんな難しい話要せんけど、うん、でも、まあ、これは衰退なんだろうなと俺は思ってんね、うん、要はそれにな、はい、そういう経験というようなことを共にしていますかっていうことね。な、先生でもあるやろ、例えば手術があった時にインターンの人が2人ほどいたり、いろんな他の先生がたくさんあったりな、要はそういう看護師さんか看護師さんか分からんけど、まあ、あったり、はいはい、な、そういうことを共に経験した人っていうのはものすごい尊いと思えへん、どんなことでも、はい、それがまあ時に昔はね、やっぱり冒険だったりな、悪さだったり、いろんなことを共にしたものがたくさんいろんな形であったわけやね、うん、ええこともそうな、うん、そやけどそういうようなことを共に経験するがまずどんどん少なくなっていってるように思うんや、うん、な、自分だけは経験したことあんねんけど、はいはい、それを例えば人にな、はい、理解を求めにくい状況や、要するにそれって、はいはい、
それは例えば資本社会というのはね、うん、あの時間を共有しにくい社会の一つなんよね、うんうん、みんなそういう、例えばね分類学的なことになるけども、要はするに、あなたはこれに特化した作業をしなさいだったり、あなたこれ得意でしょだったり、まあ、先生はその得意分野を見出して、そこにその進めようとする社会だよね、うん、ということはじゃあそこの中の人をね、仲間意識を持って一つの育みを大きくしていくっていうのは、もちろん大学院だろうがいろんなところであると思うんやけど、それをね、その反対勢力と言われる人たちはライバル意識してしまうね、ライバル視してしまうね、仲間のこと。彼はすごい、私はすごくないっていうね、はい、こういうライバル意識で、そこが何だろうな、うまい具合にね、そのライバル意識のあり方をもう一回考えさせた方がいいんじゃないのかなと思うよな。ゼミとかその研究グループとかほにゃららとか、もうすぐにその分離分割、はい、な、どんどん小さいものに、はい、していこうとするんだよな。何かに特化したことをみんなで一丸となって、はい、目指しているっていう人たちのグループは、はい、やっぱりずっとその年を置いても、はい、やっぱり尋ね合ったりさ、はい、な、最近どないしてたんやだったりね、そういうことが色濃く残るように思うやな、はい、ただな、営利が目的の社会構成っていうのはね、非常に時間を作りにくい、社会やと思うや、はい、これはね、やっぱりそこに特化している、まあ、これ企業と言われる中だったり病院と言われる中だったりしたら、はい、せやろ、とは言っても、うん、な、本当に要はするに心が病んでる人にね、うん、ずっとその依存してられますかっていう話や。難しいよこれ、依存するっていうか、そこにねずっとね、お母さん大丈夫か言うて、うん、先生がね、そこばっかり言ってられるかっていう話や、うん、なそれは心が病んでるところに行ってあげたら、なその人の回復が早いかもしれないわけやけど、はい、なかなかどうしてね、はい、要するに他に次から次へとっていう、はい、まあ、作業的なんやね、はい、要するに、はい、なっちゃうよね、はい、だってどうしてもだからここがやっぱり微妙やと僕考えるもんで、やっぱりそのな、先生が、はい、な、家庭を訪ねてくる、はい、その昔の社会だったんや、はい、な、はい、診療なしてくれるっていうな、はい、来てくれて、はい、まあ、あったやろ昔ね、はいはい、それはうちのじいちゃんとかね、そういう時代によく見られた光景なんやね、はい、先生がな、はい、要するに家訪ねてきてくれて、はい、な、ほんでうわこれはあれやな、ほんな、はい、今度一緒に行こうかって迎えに来たるわみたいなね、はい、病院に、はい、だからそういうそのそういうようなことをできてた時代とそうでない時代ってね、今そうでない時代やから、まあ、やってはる人もあるよ多分ね、はい、やってはる人もあるけど相当な努力を持ってしないとそれできないわけや、はい、なそれはやっぱりその、次から次へと追いかけてくるものがあるやろ、まあ、経費の問題だったり、はい、だったり費用だったりいろんなことがその次々毎月毎月追いかけてくるわけやんか、はい、なあだからそういうのを良しとした、うん、な良しとしたその人間社会が、はい、うまく構築されているとお考えですかっていう話なんや。それを良しとして過ごしていることがストレスになってる人がものすごい多いわけや実際は。今ですね、多いよ、だってそのもう満員電車乗りたくないとか、はい、そやろ、はい、だから俺なずっと勉強してきて、はい、その医師免許取ってさ、はい、な立派な先生になったのに、はい、ね、ほんでなんでこう自由がないんだろうとかさ、はい、そうやろ、はい、うん、そはもういっぱいあるやんか、はい、それはやっぱりそういう形の集体に依存して、はい、な、まあ、国立病院とか県立病院とか何々病院とかいっぱいあるやん、はい、な、それはそれをみんなの育みとして、はい、な、はい、やっているかのように見えて実はそうでなかったりするやろ、はい、個々の取り組みとしてやらされていて、はい、ね、一回失敗したら終わりみたいな社会だよね、はい、要するに、はい、だから僕が言うてるのはやっぱりそのもう一回ね、心ある社会を取り戻すっていうのは、うん、ね、その大見に見れる環境っていうのは日頃の付き合いちゃうかっていう話なんや、はい、だから先生が、はい、なずっと僕大丈夫か僕大丈夫かって家まで来てくれてな、足運んでくれて、その人がちょっとぐらい失敗したってな、もう許せないって言うかっていう話なんや、はい、俺言わないと思うよな、
だからそのものすごくあの作業効率のいいとかさ、うん、あの流れ作業家のように扱われて、はい、そうやろ、だからすぐに訴えよるんちゃうんかっていう話や、はい、心がないです、ね、心がないよ、はい、だから心が通い合った状況での診療とかね、はい、あのまあこれお医者さんやったらね、お医者さんやから言うてるけど、はい、あのやったら、はい、そやろ、あの家族もな、はい、あのよく頑張っていただいてって言うてくれると思うんやな、はい、僕はね、うん、そういうことがその前置きにもないし、そうやろ、はい、うん、ほんで、あ、これはと思ったらもう逃げて帰ってまいよるし、そうやろ、あ、こんなんじゃいかんと思うよな、かといってね、その集団的な、はい、な、集団的営利を目的とした構成された、はい、だからこれはその例えばその税金を納めなならんかったり、はい、そうやろ、いろんなその電気代払わなならんし、家賃も払わなならんやろから、はい、そやろ、はい、だからそういうことにその何ていうかな、没頭していくんやな人は、はい、な、次第に薄らいでいくんや、そやろ、だから、はい、あの自分が言わせにこの電車乗らんなんて競い合ってるかのように見えないかっていう話なんや。なるほど、ちょっと離れてみて原点ちょっと戻ってみましょうって。そうやと思うね、はい、あの人間としてっていうね、そもそもまず人間として、はい、あの言わずにどうよっていうね、あ、本当に助けたいのっていう、はい、心のケアって、はい、テレビも言うてるやんよ、はい、そっち、な、はい、その心のケアっていうよりも何よりもや、はい、そやろ、はい、心配っていうのは感情やて、あ、な、はい、そんなもんな、あの先生は絵で毎日毎日手術、人の手術やってるけども、うん、やられる方は な一緒に1回かもしれへんや、うん、そやろ、うん、それが最後かもしれへんと思ってるで、はい、本人はな、そうやろ、はい、怖いがな、やっぱり、はい、な、ほんならな、前の日にな、はい、家に来てくれる先生ってありがたいで、はい、お前心配すんな、はい、俺がやったんやからって、そんな先生がお前何人いてるかっていう話や、はい、今の日本に、はい、そやろ、はい、ある手見て明日来ないなんてこれやってって、それはもう手一杯やし、自分のこともあるし、うん、な、それはなかなか難しいかもしれへんけれども、なあ、そっか、厳しいですね、うん、やっぱ心を持ちたいと思いながら、いや、ほんまやで、でもな、例えば先生が手術するとか、はい、先生が誰か患者さんがあってっていう時にな、やっぱり1日2日前にな、家行ってくれて、そやろ、ピンポーンって行って、な、朝で手術させてもらうな、あの加藤ですって、はい、例えば行って、はい、してみ、家族どんだけありがたいか、本人かってどんだけ嬉しいか、はい、な、わ、助かるわ俺って思うよ、やっぱり、はい、不安でもうな、精神的に参ってるとこに来て手術やで、そんなもん死んでまうっちゅうねそやろ、怖いんやもん、みんな知らんから、その医者になるときはもしかしたらみんなそういう気持ちがあったと思うんですけど、ああ、そうやなって思ったらね、全員っていうか、そのかなりハードな仕事をしていくうちに、そうやな、うん、忘れさせられてしまうよ、うまい具合に、そこまで忘れてはないのかもしれないですけど、うん、そこまで手が回らんっていうような状況をね、うん、それぐらい過密や、要するにいろんなことが、そうですね、めちゃくちゃ過密やって、ね、な、俺たちが助けたるからな、お前のことって前の日に来てくれてみ、みんなで、はい、手術する人たちが、はい、だから、まあ、そんなんやってる病院がさあるかないか知らんけど、まあ、俺が病院やってたらやるわ、やらすわ、もうみんなに、はい、備えせえって行ってきたら言って、不安で頭割れそうなっとるぞあいつ、いや、例えばね、それがまあ、病院のさ、病室でもいいやん、はい、な、僕自身は体力もないし、やっぱり兄貴ほど人情も熱くないんで、手術の前にそういうやってるぞっていうふうに言えなかったですけど、僕自身 の社会に対する貢献の方法として、手術になる前にできるだけこう言えるものがあるんじゃないかなと思って、うちクリニックをちょっと始めたんですけど、クリニック自体は手術にならないようにしましょうっていうか、病気にならなければ脳外科から来なくていいんで、そうやな、うちの手術、うちのクリニックの、まあ、コンセプトとしては医者を必要としない地域を目指すっていうのでやってて、やっぱり人間って能力的には無理な部分は無理なところがあると思うんですよね。で、無理なところは無理なんだけど、やっぱり社会に貢献したい、人のためになりたいって考えた時に、じゃあ自分はどうなのかなってことでまた別の方法も取れると思うんですけど、いや、それからね、それはな、日々日頃言わずにな、
その補う人の補ってくれる人なんて足らないことは前提や。みんながね、誰しも先生もそうやちゃん俺もそうやけど、誰もなちょっと足らないんやって何かが、はい、せやろ、それを補ってくれる人を日々育んできましたかっていうことやから、はい、せやろ、ほんなそうでないとしたら、まあ、それがそこの部分薄かったねって思うのなら早速やらなならんわけで、はい、な、それはな、要はそれにちょっとそういうローテーションとかいろんな仕事のね、そういう、まあ、病院の中でのことはあんまり分からへんねんけどもな、次ね、医師にドクターになるような人とか、もしくは手術室に入らなならんようなそういう助手さんとかね、そういう人とやっぱり少しでも時間持っておい飯行くぞとかね、やっぱりそういうことを心がけてたら随分やっぱり違ってくると思うよな。確かにそうですね、そういうことをやっぱり日々やってる先生とそうでない先生では随分違うと思うや、やっぱりあうんの呼吸ってあるやん、はい、そうやろ、これはもう親友だろうが夫婦だろうが家族だろうが恋人だろうが、もう言わんでも分かるでしょっていう、はい、な、はい、そういうのを形成しよう思ったら、はい、やっぱり一緒にその共存した、まあ、なんか過ごした時間やと思うよね、うんうん、な、それが持ちにくい社会にされてることに大きな問題があると思うよ。